誰が最初に言ったのかというのは、実は私も覚えていないので、ある人がということを申し上げたということであります。まあ、同じ記者会見で、記者の方から、まあ、ある人とはどなたなのかと、下村議員は聞かれて、まあ、ここまで伺っておりますと、これまでの政倫審との、まあ、皆さんと同じ説明かと思いますし、そのことで国民の納得が得られるのかというところは、まあ、大いにまだ疑問を感じておりますが、まあ、そうした中で派閥の幹部の責任が取られていないと、そういう声が今なお止まないというのは私は当然のことだと。すみません、今花粉症でちょっと鼻血が出てしまったので、ちょっとマスクをさせていただきました。で、まあ、実は私自身も同じではあります。先ほど申し上げたように、8月にはこれは復活をしない、寒波やめるという前提で議論をしていて、ただ結論が出なかった。しかしその後、寒波が復活をしたと。それがなぜ復活をしたのか、少なくとも私自身がいるところでそういう議論があったわけではありません。私が知らないところでどんな形でしてきましたので、やはり大変残念です。引き続き事案の解明に協力をいただきたいということをお願いして終わります。売国自民党、国民はほとほと嫌気がしているけれど、普通の国民だけじゃない。自民党の岩盤支持層でも自民党の嫌気が広がっているようだ。3月17日の自民党大会の会場周辺は右翼、保守がぶつかってがなり立てていた。ほらね、自民党の応援団ですか？運営者じゃないよ、何言ってんだ。自民党応援してたじゃないか。あなたたち頑張れ、安倍ってやってたじゃないか。我々はもう反対運動やってるの思いつけるだろう。何？安倍内閣の1年目の後から我々は安倍内閣を支持しない。そういう自民党がやったら、お前ら知ってるだろう。何がお前らだ、この野郎。俺らって何だ。あんたってな、自民党は腐ってるって30年ぶりからも言い続けてんだ、この野郎。お前らなんか、だからお前昔は自民党の提灯持ちだったじゃねえかよ。お前それどっから考えられてるんだ。どっからこんな言葉が出てくるんだ。どこで貯金持ちやったんだ、この水島が。何を言うの、本当のこと言ってんの。何を言うの。自民党って統一教会に日本を売った売国奴だよね。嫌だね。保守とか格好つけて売国奴、自民党って笑わすよね。嫌だね。気色悪い。